はいどうも、田中浩二です。今日はちょっと久しぶりに野球ネタを、やりたいなと思うんですけども、昨日セリーグとパリーグの、ベストナインが発表されました。まあね、あのベストナインっていうのはピッチャー、キャッチャー、ファースト、セカンド、サード、ショート、レフト、センター、ライトの、まあ、一番良かった9人というのがね、発表されたんですけど、今日、そのセリーグとパリーグの MVP 一番最高の選手が決まるということで、これをね勝手に予想していきたいなと思います。これね、まあまあ割とね簡単な法則があって、そのセリーグで優勝したチーム、パリーグで優勝したチームの、そのチームからだいたい1人選出されるっていうのがこれも毎年のね恒例になってるんですけど、まずじゃあセリーグからなんですけど、セリーグは今年、巨人が優勝したんですけど、もうねこの中でもうこれはほぼ間違いないんじゃないかと俺は勝手に思ってます。まあ、我が阪神タイガースはね、今年3位だったということで、今年もやられたんですけども、巨人の、坂本勇人選手ですね。もうこれはほぼ間違いないんじゃないですかね。まあ、ね彼はね、兵庫県の伊丹市というところでね、伊丹というところで生まれ育って、まあ、僕の尼崎の隣なんですけど、中学生の時か、小学生の時から、田中のマー君とメジャーリーガーのね、一緒にバッテリーを組んでて、まあ、坂本がピッチャーで、マー君がキャッチャーでっていうね、すごいですよね。同じチームから二人もすごい選手が出るなんて。それでね、やっぱすごいところは、ね、もちろん、試合に全部出て、なおかつ、ショートってめちゃくちゃ守備の負担が大きい、守備位置なんですよね。その中で、ホームラン40本打ってるんです。これはね、本当にすごいこと。歴代2位だそうです。そのショートの、守備位置を守ってて、この40本というホームランをね、打ったのが。で、そこでね、主要なタイトルを取ってないんですよ。これだけすごい成績を残してても。ここがどうなのかなとは思うんですけど、同じチームに、まあ、山口っていうピッチャーがいるんですけどね、山口が今年15勝4敗で、最多勝、最高勝率、最多奪三振のタイトルを取ってるんですよね。どっちかだと思うけど、まあ、ほぼ坂本じゃないかなと僕は思いますね。これだけ総合的にかなりハイレベルな成績を取ってます。こういう選手あんまりいないですね。でもおそらく坂本かなと僕は思います。はい。で次パリーグ。パリーグは今年、埼玉西武ライオンズが、まあ、優勝したんですけども、まあ、これはねおそらくここもほぼ決定かなと。はい。西武ライオンズの森選手ですね。キャッチャーの。はい。で、今年が3割2分9厘、ホームラン23本、打点105ということでね、キャッチャーとしては、めちゃくちゃ優秀な成績で、首位打者も獲得してます。もうこれ、首位打者まで獲得して優勝してるんで、まあおそらくまあ間違いないだろうなと。いうふうには、まあパリーグの方がね、まあほぼ、確定的かなと。だからセリーグの方が混戦かなとは思うんですけど、まあ、坂本選手の成績がね、飛び抜けてるってことで、まあ、勝手にね、予想してみたんですけども、セリーはだから山口か坂本かっていう感じだと思います。もうパリーはほぼ森で決まりでしょうね。はい。ということで、本日、セリーグとパリーグの MVP が発表されるということで、俺の予想は当たってるんでしょうか。はい。今日はそういった動画でした。田中浩二でした。